エーランド島南部の農業景観は、スウェーデンにある文化的景観の一種で、ユネスコの世界遺産に登録されている。エーランド島には、ストーラー・ルバーと呼ばれる、石灰岩に覆われた、不毛の平原が広がっているが、その痩せた地質と高い pH レベルのせいで、多くの希少種を含む植生が見られる。世界遺産登録理由は、その結出した生物多様性と、 戦史時代からの人類の苦闘の痕跡とが評価されたものである。この地形は島の4分の1以上に当たる260平方キロメートル以上にわたって広がっており、この種の地形としてはヨーロッパ最大級である。不毛の平原といってもしばしば誤解されるような草一本、生えない場所というわけではなく、ピグミーフォレストと同種のまばらだけれども多様な小樹木は見られるのである。 石灰岩の平原は、氷期の早い段階から氷河によって形成されたもので、ある。石灰岩それ自体の形成は、より南の海で、約5億年前に行われたもので、段階的に固まりながら、機体と漂流したため、海生生物の化石を多く含んでいる。例えば、現在の島からは、オウム街の祖先にあたるオルトケラスの化石が、発見されている。 およそ一万千年前に最後の氷河が誘拐し出して圧力が弱まったのに、伴ってようやく A ランド島の最初の地面がバルト海から顔を出した。それからの数千年以上にわたり、一層氷は溶け、当時はまだ氷で陸続きになっていた本土から人類をはじめとする大型哺乳類が移り住んでいった。最終的に剥き出しの石灰岩と吹き寄せる風が、 地表2センチメートルほどの不毛な土壌を形成した。島の多くの場所では地表は石灰岩に覆われている。イー木トープのリングフォートイー木トープの内部戦士時代の集落として最もよく知られている場所は島の東岸のアルビーにある。ここでの発掘の結果、当時型だった場所の周りから木造の小屋の跡が見つかっている。また発見された加工品には クマ、天、アザラシ、ネズミイルカなどのものが含まれている。つまりは、骨格器、ヘラジカの角の森、火打ち石などの発見を通じて、彼らの狩猟採集技術が明らかになっているのである。イーキトープの最もよく知られた遺跡を含めて、より後の時代のリングフォートの痕跡が多くある。青銅器時代と鉄器時代初期には、一体の石灰岩平原で育つ限られた。 種の樹木への負担が極度に増加した。研究者には、イーキトープや他の遺跡で、西暦500年頃に人々が謎の失踪を遂げているのは、こうした樹木の消失が原因になったことを示唆している。つまり、西暦500年頃に土地の生産能力よりも人口増加が上回ってしまったと考えられるのである。 西暦800年から1000年頃になると、石灰岩平野の周焉部に、様々なバイキングの集落が現れるようになる。ストーラ・アルバーに見られる六弁下付けこの地域の生物症に関する最初の科学的な調査記録は、1741年に、この地を訪れた、カール・フォンディンネのものである。彼はこの地の珍しい生態系について、この最も感想した。 不毛の地でいくらかの植物は、いかにして繁殖し得ているのかは、特筆に値すると記述している。この地の植物症には、氷河期からの残存種も含まれている。石灰岩の敷き詰められた平原の生態系には、実に、多種多様な野草類が生育している。そこには、セダム、六弁シもつけ、アルテミシアオエランディカ、シュラビーシンクホイル、コモンスポッテッドオーキッド、 キドニーベッチなどが含まれている。これらの野草のほとんどは5月から6月に開花する。この石灰岩平原には、メドウオーツグラスや、シープスフェスクも生えているし、ハイグラサイビーパーシステンスやレバイオッタアルバといった、多くの菌類も生育しているのである。一体は深刻な乾燥地帯として知られてはいるが、季節性の湿地や一時的な池はいくらか存在するし、特に、 アルビー村北西のかつて方だった場所では、それが顕著である。ストーラ・アルバーの東、西、南の境界は、島全体を走っている2車線のハイウェイで区切られている。一定の井戸帯には、ストーラ・アルバーを直接に東西に横切る整備された、道路はあまり存在しない。ストーラ・ビクルビー、ゲットリング、グラナジェン、ハルターシュタット、アルビー、トレイバーガー、ベレイといった、小村落は、 石灰岩平原周辺部のハイウェイ沿いに存在している。平原の中にもモコルマソンソルバーがフリーススといったより、冷細な小村落は存在している。古い村落の中には、ドラオーストロップのようにすっかり人のいなくなってしまったものもある。ストーラ・アルバーの最南端には、かつては王家の御用資料地で現在は自然保護区になっているアティンビーがある。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ホーカン・サンドブリング・マーチンボーグ、オランド・アイランド・オブ・ストーン・グリーン・メイ、1997・ハット・トルステン・ヤンソン・ストーラ・ルバー、レノン・ダー・ストリクリー・コルマー、1999・ケイボーグ・ユー・ナズマン・ E ・ウェグレアス。 ザエクスカベーションオブザイイキトープリングフォート1964から74イ,イーイキトープフォーティフィケーションセトルメントオンオランドスウェーデン1976カールリンネウスランスカオゴスランドスカレーザストックホルムスウェーデンハット CM ホーガンザストーラルバーオブオランドルマナテクノロジーズアバディーンライブラリーアーカイブスジュライキュー2006ありがとうございます